はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内圭三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年6月28日金曜日の夜、今夜放送されましたそれスノーマンにやらせてくださいそれスノの2時間半スペシャル、嵐の秘密の嵐ちゃん、また V6 の学校へ行こう、すごく人気のあった伝説的番組の、まあ、人気コーナーとの、まあ、コラボ企画が今夜放送されるというのを、まあ、予告編で見てたので、今夜のそれスノすごく楽しみにしてました。ただ、2時間半スペシャルっていう形で、まあ、予告が流れてたんですけど、朝朝刊のテレビ欄を見たら午後7時からの放送枠しかなかったので、どういうことかなと思って、やっぱり2時間枠やったのかなと思いながら、まあ、録画予約させていただいて、で、今日まあ7時ちょっと過ぎたところで帰ってきて、追っかけ見、その録画しているものを追っかけ見しようと思ったら、もう番組の途中からしか入ってなかったから、最初、そのなんか、最初の前半部分を、なんか予約、なんか手違いがあって、予約できなかったのかなと、ちょっと一瞬焦ったんですけど、で、その後、それスノの公式 X の方を見させていただいたら、関東地方では午後6時半から放送されるんですけど、それ以外の地域は午後7時からの放送です。で、番組放送後に、その関東地方以外の方は、TVer で、その前半部分、最初の30分ぐらいのところを、まあ見てくださいっていうようなこう告知があったので、あ、そうかと。まあ、関東地方は午後6時半から2時間半の番組がスタートして、で、その関東地方以外は、ちょうど30分ぐらいが経過した、この7時の時点から放送されたんやなっていうのは分かったんですけど、これなかなか私もあまり経験したことがない画期的な放送パターンやなと思って、すごくなんか面白いなと思いました。だからこれも、まあ時代っていうか、もう地上波と、TVer と、もう本当に連動して、なんかこう、楽しむような、お互いがお互いを補い合いながら、本当に連動して、なんか放送を楽しむ時代やからこそ、成し得た、なんかこの放送スタイルかなと思って、一昔前やったら本当に放送事故かなと、受け取ってしまうかなと思ったのと同時に、まあ、ほっこりカフェチャンネル、シニアスノタンの方がすごく、まあ、多い。私ももちろんシニアスノタンなんですけど、そんな方で、なんか私はまあ X をまあ情報をなんかこうゲットするのに、やっぱりすごくどんな番組もなんか公式の X のチャンネルから一番になんかこう情報を発信されることが多いから、毎日何回かこの X の方をチェックしてて、で、このそれスノーも公式 X を見させていただいたら、すぐにそういうふうに告知されてたんですけど、シニアスノタン、比較的なんか X をあんまりこうチェックしひん、チェックされないなんか方もすごくまあ多いので、そんな方たちはおそらく今夜7時から楽しみに見てたら、番組の途中から始まっちゃったから、どういうことなんやろうと私が最初感じたみたいに、なんか見忘れたのか録画し忘れてたんやないかなって思われた方もすごく多いのではないかなと思いますので、全然7時からちょうど30分経過したところから放送されたみたいのなので、全然これはもう予定通りやったみたいですので、どうか皆さん前半の30分のところ、前半のところのこの関東地方以外のところで放送されなかった30分のところも、すごく素敵な、ちょっとラウルさん、フランスからのまあ中継をまあ交えたところなんかも、すごく大事なところが前半の30分にあるので、そちらの方を見ていただけたらなと思います。そして公式の X では、今夜東海地方は野球中継のために、もう放送がそもそもなかったみたいなんですけど、6月29日、午後2時から、ですのでこの動画をアップ
ップさせていただくこの6月29日、本日の午後2時から、東海の CBC やったかな、その、ソレスノが放送されますので、そちらの方で見ていただきたいなと思いますし、 TVer が見れる方はぜひあの TVer で、この6時半からの放送された2時間半スペシャルをチェックしていただけたらと思っております。ちょっと今まで経験したことがない30分を過ぎたところから午後7時から放送されたので、最初ちょっとまあ焦ってしまったんですけども、まあこのあたり本当になんか面白い、なんかこう TVer と本当に地上波がなんか本当にどちらがどっちっていうことではないぐらい、なんかこう重要になってきてる今やからこそ成し得たこの放送スタイルかなと思います。で、前半が、まあ、嵐の、秘密の嵐ちゃんの中の、まあ、すごく人気コーナーやった、マネキン5が、9人になっての、まあ、マネキン9やったんですけども、なんとなく覚えてますので、桜井さんが、結構最後まで残られた、なんかそんな記憶もあるなと思いながら見させていただいたんですけども、で、冒頭のところで、そのラウル君がいてへんっていうことを、まあ、あの、昨夜の、あの、パリ、からの、まあ、インスタライブを私も見させていただいたので、まあ、あの、ソレスノのスタッフさんが、まあ、あの、今回、まあ、ラウル君が、まあ、フランスの方に1ヶ月近くいたんかな。もう、それで、このファッションショーに、まあ、あの、チャレンジされるということで、まあ、そちらの方も、このラウルさんの挑戦が、将来、また、この、きっと、あの、ソレスノの番組の方にも、また、フィードバックされると思います、っていうことで、まあ、欠席することも、あの、心よく、なんか、送り出し、背中を押してくださったっていうような、まあソレスノの番組、ソレスノのスタッフの皆さんのなんかこう心遣いにも感謝されるようなコメントをあの出されてたので、今夜の放送には残念ながらラル君がおられへんことはインスタライブで分かってたんですけども、まさかまさかの朝の6時、あれ後ろにあったのは凱旋門やと思うんですけども、フラスパンのバケットを持ってやったと思うんですけど、あそこから、まあ、中継が入って、でもし、まあ、俺が言ってたら絶対にあの優勝 してたと思うっていうのに対して、メメがお前がいても3位ぐらいだっていう、なんかあのあたりのなんか本当に気心が知れてるあの感じがむちゃむちゃあの面白かったですし、万が一ラウル君があの参加してて、そして自分でコーディネートしてて、まあまあそれはあの選ぶあの女性タレントさんの、まあ、趣味によるところが大きいと思うんですけど、ラウル君があのなかなか選ばれへんかったりしたら、それはそれでなんか傷つかれるやろうと思いながら、まあ見ておりました。で、まあ今夜の放送、まあなんと言っても、やっぱりまあ最優秀殊勲賞は、やっぱりもう嵐の桜井翔さんやと思います。よく出てくれはりましたし、まあ今夜放送されました、あの、笑うマトリョーシカの、まあ今夜から始まる、まあドラマの番宣も兼ねてやと思うんですけど、なんか私たちがまあ思う以上に頑張って、なんかスノーマンの中に入ってくださって、なんか面白いことをよく言ってくれはったし、まあ本当にあの頑張ってくださったなっていうなんかあの印象がありますし、今回まあ前半がその嵐の、秘密の嵐ちゃん、後半が学校へ行こう、 V6 の学校へ行こうの、まあ、あのコーナーとのコラボをやったと思うんですけど、まあ今夜の放送、またこれからもこういう形のコラボが続いていくと思うんですけど、嵐からスノーマン、 V6 からスノーマンという、まあ、この元事務所を支えてこられた、まあ、大先輩の皆さんからの、なんかこう、魂の、まあ、伝承的なことが、こういうなんかこう、番組でコラボをしていただいて、そしてましてこの、なんかこう、人気番組、人気コーナーを、なんかこう、それすのでやらせていただけるということで、なんか本当にまあ、闘魂伝承はないですけど、なんかこう、スピリット、魂のなんか伝承をしてくださってるぐらいに、今日は特に感じましたし、私もこうスノーマン、昨年からこんなにスノーマンに惹かれる前まではそのまあスマップの楽曲、そしてまたこの嵐の楽曲がすごく好きで、まあ、ずっと聴いてきたので、そこからまあスノーマンの楽曲の素晴らしさに、まあ、去年からようやく気づいて、まあ、大ファンになったんですけども、そういう意味では今日はまあ
お一人、その桜井翔さんだけの出演やったんですけども、なんか本当に嵐からなんかスノーマンの、まあ、魂の伝承みたいに感じましたし、途中途中になんか予告映像として、二宮くんとスノーマンのメンバーがそのなんかこうスタッフなしでガチの話し合いみたいなこう場面があってて、その中でなんとさっくんが言うたと思うんですけど、初めてこういう場でその、滝沢くんが退所されてから初めてなんかあの滝沢くんの名前を出しますみたいなことをなんか放送で流れたので、うわーと、なんか滝沢くんのことをちゃんと話してくれはるんやっていうのが思って、これ番組の今日の後半のところで流れるとしたら、いや、そんなにほっこりとした気持ちでもう真剣に聞かなあかんなと思ったんですけども、そちらの放送は確か来週の、それすののまたこのスペシャル放送になると思いますので、まあ今夜はすごくほっこり楽しませていただいたんですが、来週金曜日のまあそれすのの、ニノと、スノーマンのメンバーがまあ本音で話すみたいな回も、まあ、すごく楽しみにさせていただきたいなと思っております。で、まあ、マネキン5ならぬマネキン9やったんですけど、まあ、本当になんか見させていただいたら、ガチであるやっぱりこのメンバー一人一人が、ものすごくたくさん準備していただいている、その、まあ、洋服の中から、自分の本当にコーディネート、もう自分の趣味で、選ぶんですね。だから今日はなんかまあ皆さん見られたら、その9人のなんかコーディネートを見られて、なんか受けを狙ってるのと違うかなと思うような方もおられたかなと思いますし、まあもしかしたら多少まあ受け狙いみたいなところも、コージ君なんかはちょっとそんなところを狙ったんではないかなと思うんですけども、まああながちこのなんか受け狙いというより、結構皆さん本気で自分が初デートの時に、まあ、着ていくとしたら、こういう服かなっていう風に選ばれたと思うので、なんかすごくなんか個性が、その方のセンスが結構実は出るコーナーやなっていうのはね、今日はすごく、まあ、秘密の嵐の時も見てましたけど、今夜見させていただきまして感じました。皆さん的にはどうなんでしょうか？自分の、まあ、推しのメンバーが、やっぱりもちろん一番かっこいいと思われてると思うんですけど、そんな中で、やっぱり誰の、なんかこう、ファッションセンスが一番いいと思われたか、みたいなところも、またコメントで教えていただけたらなと思います。なんか、スノーマンのメンバーの、なんかこう、ファッションを見てたら、私なんかは、なんかまあ、もうこれも好き好きがあると思うんですけど、一番なんかそういう意味では私服なんかのファッションのセンスっていうか、なんかそのあたりが一番なんか高いのは、なんか私はなんか伊達様のようななんか気がするんですが、どうでしょうか。実際多分ファッションもすごくお好きやろし、まあなんかすごくなんかファッションセンスが高いように思うんですけど、今日のなんか初デートのコーデもなんか最初も9人がこうまあ全員見せていただいた時に、なんかやっぱり伊達様のファッションが一番なんかおしゃれかなと思ったんですが、また皆さんのなんか誰のコーディネートがまあ一番なんか気に入られたかみたいなこともコメントで教えていただけたらなと思います。で、まあ、4人の女性ゲストもいい人選をしていただいていますよね。アンミカさん、森泉さん、水川さみさん、そしてニコルさん。ものすごくいい人選で、まあ、一人一人のコメントが、まあ、すごく立ちますし、一番、やっぱ何が面白かったかな、アンミカさんのうずすぎるやろうもね、なんかむしゃむしゃ面白かったので、まあ、もう一回ちょっとまた見返して、4人の、なんかすごく面白い、またコメントで、なんか、和みたいなと、まあ、思うんですけど、で、まあ、残念ながら、再会が、深さんになられて、なんか、思ってるよりこれはしんどいとおっしゃってたんやけども、まあ、実は結構本当になんか、ちょっとダメージを食らっておられるかなと、そんな気がしたので、早く復活していただけたらなと、思っております。まあ、でも、山里亮太さん、今日のまあ司会をされてた山ちゃんの、やっぱりまあ、コメント力の凄さは、改めて今日感じて、日本でまあ、こういう番組で、まあ、秀逸なコメントをもう即座に発されるのは、山ちゃんか、もう、ラビット、川
島さん、まあ、この二人がなんか日本の今まあツートップ、なんかもう素晴らしいコメントを一瞬で出されるあたりが、やっぱ改めて今日やっぱりこのソレスノと山ちゃんとのマッチングもなんかむちゃむちゃいいなと思いましたし、で浩二くんがアドバイスを受けて、まあそれまであのウッズ調やったのがインしてたシャツを出されたりして、ですぐにもう最後に山ちゃんがウッズからピザーラへってね、そのピザーラの配達される方がああいう感じで赤いポロシャツ着てはるなと思ったんですけど、あのあたりのやっぱりもう瞬間的なコメント力の凄さだけは、まあまあ本当にもう超一流やと思いますので、まあ皆さん、また録画しておられる皆さんや、また TVer でまた見られる皆さんも、ぜひあの山ちゃんのもう凄まじいぐらい素晴らしい、まあコメント力で、最後、さっくんが、勝ち上がって抜けていくときにも、上手な、なんかコメントみたいな感じで、この上手、うまいと、サメと、さらっとかけておられるあたりも、まあ、いちいち私なんかこう、感心しながら見させていただいたので、また、ちょっとゆっくりと、また再度見返させていただきたいと思います。で、まあ、後半の、まあ、V6 の学校へ移行の、まあ、人気コーナー、未成年の主張の、なんか再現されているところもよかった。あの男の子、3人の女の子になんかこう好きや好きや好きや言うて、誰かあの付き合ってくださいっていうのは、まあさすがにそれはあのあかんやろうと私もね、なんかこう画面にまあ突っ込ませていただいたんですけども、また坂本くんももうこのコーナーを、スノーマンでやってよっていうあの言葉のところにも、またこの V6 からまたスノーマンへのなんかこう闘魂伝承、魂伝承みたいなようなものを感じたので、今日はまあ2つのコーナーを通じて、嵐からスノーマン、そして V6 からスノーマンへのなんかこうスピリット、魂の伝承された、なんかそんな風にも私はなんか感じさせていただきました。関東地方以外の方は、始まった時に一瞬、私と同じように焦られた方がおられると思うんですけども、前半放送されなかった30分の部分は TVer であの見ることができますので、どうか皆さん、焦られた皆さんは TVer で前半の30分の部分を見ていただけたらと思っております。特に前半のマネキン9のところでの、なんか皆さんのお気に入りの、まあ、コーデがあったら、ぜひコメントで教えていただけたらと思っております。それでは、来週の金曜日の、ニノとスノーマンが本音で話すっていう会話、またここから1週間、むちゃむちゃ楽しみにさせていただきたいなと思っております。今夜ソレスノ、特に今夜は、まあ、2時間半スペシャルソレスノのある金曜日は、やっぱりすごく幸せな金曜日にならせていただきました。最後までご視聴くださいましてありがとうございます。